青木おさむら暴言 TBS サンデーモーニングが大炎上27日に放送された TBS のサンデーモーニングにおいてまだしても変更報道が連発されてしまいましたまずロシア・ウクライナ戦争に関して青木おさむさんウクライナのマリウポリにはもう国際メディアはいないロシアの偽旗作戦に翻弄されることを考えながらニュースを見ないといけないなどと発言してしまい この発言の直後に他の出演者からまだテレグラムなどで発信している人がいるとの反論がございました。青木さん。これ以上ですね、事実に基づかないいい加減な主張を公共の電波を使って垂れなくさないようにお願いいたします。最後に北朝鮮問題に関して青木おさん。 北朝鮮が新型 ICBM の発射をついにやった。なぜなのか。北から見ると、バイデン大統領も、アメリカのバイデン大統領も、真剣に向き合うつもりはない。ウクライナ情勢もあって、日本の中で敵基地、攻撃だとか、核共有だとか、またそういう話が出てきそうだなという気がして、僕は少し心配だ。北朝鮮は、ウクライナを見ていて、やっぱり、 核がないとやられるんだなという発想を強めている可能性もあるなどと発言されてしまわれておりましたが、まあ、こちら矛盾した発言があるように感じてしまいますがまず北朝鮮の ICBM 発射に関しては現在確認が進められておりまだ新型かどうかは分かっておりません情報が錯綜しておりますので自由の声では紹介しておりませんが 新型の火星17と当初は報道されておりましたけども、現状は既に2017年に発射している火星15号、火星17と偽って発射したのではないかとの分析がなされております。また、北朝鮮が核実験の準備を進めているのではないかとの情報も衛星写真などを根拠に流れ始めておりますが、まあ、このような、 北朝鮮などの日本の周辺に存在してしまっているならずもの国家の脅威に対抗するためには、基本的に同じ兵器を日本にも配備する必要がございます。まず、核兵器には核兵器。まあ、これはアメリカの核の傘がございますが、まあ、さらに弾道ミサイルや巡航ミサイルには、まあ、現状ですね、防衛省がこういったミサイルの開発を進めており、また、 一応日本にミサイル防衛システムはございますけども、まあ、こちら不十分と見られており、まあ、先日の北朝鮮のミサイル発射を受け、秋田県の知事が、日本は真剣にミサイル防衛を考えないといけないと表明いたしました。まあ、こちら日本政府として陸上型イージス、イージスアシュアの配備を再び検討するべきでしょう。また、ロシア、ウクラナ戦争を見ますと、ロシアもウクラナも 互いに弾道ミサイルを発射し、迎撃しております。ウクライナは敵基地攻撃も実施しておりますので、日本も同様の能力を備えなければ、ならずもの国家とは戦えません。まあ、さらに、自衛隊法などの改正も必要になってまいりますので、まあ、ぜひとも、青木さんだけではなくて、サンデーモーニングの出演者の皆様には、まずはですね、 国民を守るためにどのような対策が必要なのかしっかりと現実を受け入れていただいてそういった対策に関する議論を否定することなく今後は公共の電波を使って、まあ、貴重な電波を使ってですね貴重な時間を使ってさまざまな主張をなされるのであればぜひとも国民を守ることができるような 建設的な議論を行っていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。